過半数割れで野党の協力が欲しい自民党と手取りを増やす政策を実現したい国民民主党。をこれらの政策自民党はどこまで飲めるのか。落としどころを後藤健二さんに聞きました。立憲野田代表総理指名を直談判立憲民主党野田代表今回のミニーは 自公政権に対して、ノーという国民の意思表示でございましたので、政権を変えていく大きなチャンスでもありますので、総理大臣指名選挙では、私、野田とぜひお願いをしますと。来月11日に招集されると見られる、特別国会で行われる、総理大臣指名選挙では、野田義彦と書いてほしい。野田代表、日本維新の会の馬場代表と共産党の田村委員長と、 相次いいで党首会談談を行い直談判しましまたこの要請に対し維新の会と共産党は日本維新の会馬場,場代表野田さんの名前を書くにしても大きな大義また具体的な改革案そういうものがなければ我々は組みすることはないと共産党田村委員長対応については前向きに検討をしたいと 総理大臣指名選挙では、過半数を得た人が総理大臣に指名されます。過半数に達しない場合は、決選投票が行われ、最多得票の人が総理大臣となります。政権交代で野田政権誕生を目指す立憲民主党は、国民民主党にも投資会談を呼びかけましたが、断られたということです。国民民主党は、 総理大臣指名選挙では1回目も決選投票も玉木雄一郎と書く方針です手取りを増やす政策の実現は衆議院選挙で自民公明両党の議席が過半数を割れる中政権存続を目指している石破総理ジャーナリストの後藤健二さんは石破政権にとって命運を握るのが国民民主党だと見ています ジャーナリスト白大学名誉教授、後藤健次氏。政策ごとに合意を得るということで自公側のテーブルに国民民主についてもらうとそれが一番現実的で今最も近道ということでこれに一点突破にかけていると思います国民民主という大会に流れてきた救命部位なんですよこの救命部位を取り逃がしたら多分自民党は一発で 海の中に消えてていいってしままううということだとこだ思います経済関係予算に絡む経済問題について受け入れるところは受け入れると国民民主党の掲げる手取りを増やす経済政策はいずれも国民の生活に直結するものばかりこれらの政策を実現すると税収が減るため 代わりとなる財源をどうするのかが課題となりますが、後藤さんは収入が年103万円を超えると所得税が課税される、いわゆる103万円の壁対策とガソリン代を下げることは自民党は飲まざるを得ないのではないかと見ています。後藤健二氏、つまりこれを飲まなかったら政権が消えてしまう。非常に自民党にとっては辛い交渉だが飲まざるを得ない。 だから財務省の尻を叩いて何とか知恵を出せと。103万円の額をどこまで取っ払うのかそういう協議に入っていくんだと思います。ガソリン代の値下げ、103万円の壁については2025年度の税制から導入するかどうか検討されるのではないかと見ています。後藤健次氏、あとは政治改革でしょう。政治と金についてけじめをつけると。 例えば政策活動費とか旧文通費だとかこういう問題について決着をつけると経済問題と政治改革に特化したこの二つで合意を目指すと見返り求めるのは総理指名選挙で石破さんが再選できる環境を作ってもらいたいです石破茂と書いてもらわなくてもいいわけです国民民主が野田さんと書かなければ 相対的に石破さんの数字が事項で上回るので、結果として石破さんの再選が実現できると、総理指名選挙で玉木雄一郎と書くことについて、玉木代表は、国民民主党、玉木代表、旧自民党に理することになるとの指摘もあるが、昨日維新の馬場代表に確認したら、維新も入れないということなので、我々がどうしようと関係なく野田代表が選ばれる。 ことはもうないので、かつ、見込みのないのだ代表に入れるわけにもいきませんから。後藤健次氏、玉木代表にしてみれば第一優先順位は、選挙戦で訴えた政策を実現すること。その点では、玉木代表には、大義名分があるわけですよ。国民民主党はつかず離れず、あるいは自民党を生かさず殺さずと、自分たちの果実を取っていくという戦略を取っていると、 思います自民党にとっての国民民主党は救命部位ですからこれに捕まらなければ自民党は明日をも知れぬということになれば相当高く売りつけられますよね以下はネット上の意見をまとめたものです国民民主党が掲げている手取りを増やす政策が一部でも実現できれば現状の20人規模の政党としては十分な成果だと思う 確かに今回の選挙では一定の躍進があったけど、まだ小さな規模の党だからこそ、ここでうまく立ち回って、実績を残すことが重要だよね。逆に何も達成できなかったら、次の選挙では、有権者の目が一層厳しくなるのは、間違いない。自民党との駆け引きも難しいけど、ここで一歩進んだ政策を実現させてほしいなと思う。 玉城国民民主は国民の所得を増やすことを公約にして躍進し政局の動向を握れる状態になった玉木代表は衆院選で掲げた政策実現につながるなら協力はありうると述べている国民にとって日々の生活に影響する物価高対応を含む経済対策は必要で所得の103万円の壁を破ると訴えている この超物価高に若し処分所得が増えないと全く追いつかない。手取り所得を増やし、消費税を下げ、ガソリンの二重課税をやめ、特に食料品や生活必需品などの税率を下げる政策に真剣に取り組んでほしい。玉城代表には国民の意を受け止め国民寄りの政策を頑張ってほしい。百三万円もそうだけど、百三十万円の壁が。 問題ですよパート主婦やアルバイト学生は課税所得である103万円よりも社会保険の加入が必要な130万円の壁の方が問題130万円の壁を放置して課税所得の壁を引き上げてもパートの労働時間は増えない仮に103万円の壁を170万円にするとしたら130万円の壁も170万円に 上げないといけないいいとけ主犯指名選挙では1回目の投票で過半数に達する票を獲得した候補者がいない場合1位と2位の候補で決選投票となりそこで得票数の多い方が首相になる首相にはなるがその後に不信任決議を出されてしまうと過半数の議席を持っていないためそれが可決される可能性がある。 そうなるると衆議院を解散するか、内閣が総辞職しななないいといけなくなる。内閣が総辞職すると、また主犯指名選挙が行われて、1回目で過半数を獲得した候補者がいないと、1位と2位の候補で決選投票が行われ、得票数が多い方が首相となるが、不信任決議が出されて通ると、衆議院を解散するか内閣が総辞職しないといけなくなり、どっかで妥協しないと無限ループになるよ。 まず2020年比のインフレ率が累積でもう10%近くになるので基礎控除や扶養控除その他の控除を最低10%上げるのは減税ではなく現状維持だと指摘したいインフレが進んでいるのに控除をそのままにするのは実質控除額を10%下げる増税と同じなのだ長年のデフレでこうした感覚がない人が多いと思うが控除や 累進課税の区分などをインフレに連動させないのは増税と同じというのは極めて当たり前のことなので最低このラインは早急に実現すべきだろうこのラインを超えて初めて実質ベースでの減税となるこちらも個人消費が恒常的に実質ベースでマイナスとなっている現状では必要なこと個人的には壁を引き上げるというより 負担が、なだらかに上がり壁を作らない制度にした方がいいと思うが、応急処置としては構わない。きちんと実現して、経済指標に不安のない確実なデフレ脱却を目指すべきだ。